の皆様、こんにちは。電動車の神田直樹です。南幸川市、幸川。いい名前ですね。幸い、幸せ。まあ、私たち今日、ザ・バイブル、世界のベストセラーをお送りしながら、その中から、私たち人間の幸せ、それは3つの側面でありますよ。聖書は語ります。愛する者よ、魂が恵まれるように、全ての点で恵まれ健康であるように祈るっていうんですね。つまりまず第一に心が幸せになる。今日横浜の皆さん、あなたの心幸せですか？まあ、それはですね、幸せそうに見える。まあ例えばですね、お金持ってる人は幸せだ。今世界で最もお金のあるマスクって誰でしょうかね。まあそう、あのテスラ社長イーロンマスク、まあ、日本でアベノマスクっていうのもありまして、あちらは人の名前イーロンマスク。じゃああの人がお金があるから幸せでしょうか。お金があればあるほど幸せなんでしょうか。そうとは限らないし、わからない。貧しい人がね、まあ、有名な世界で最も貧乏な大統領って方がいますよね。ちょっと名前忘れてしまいましたけど、貧乏でも幸せな人がいる。お金があっても幸せじゃない人がいる。今日あなたは幸せですか？あなたに幸せ、それは人となった神イエス・キリスト、このお方をもしあなたが心に受け入れるなら、あなたの心幸せになりますよ。世界一お金持ちのね、イーロン・マスク、まあ、あるいはですね、アマゾンの社長、それからマイクロソフトのね、ビル・ゲイツ、まあ、そういった人たちもね、お金あって幸せかもしれない。でもお金があっていいものは自由に物が買えるぐらいです。幸せかどうかわからない。お金があって幸せかどうかわからないけどね、イエス・キリストを信じてる人は幸せなんですね。今日あなたにその幸せをお伝えいたします。奥様、その財布の中身がちょっと乏しくてもね、クレジットカードが、でもイエス・キリストを受け入れたらね、あなたは幸せになります。今日あなたは幸せですか？皆様、あなたにイエス・キリストをお伝えいたします。2022年前、神の一人子イエス・キリスト、この地上に生まれ、そして今日この幸い川のこの上であなたにキリストの愛をお伝えします。あなたの心が幸せになるように祈ります。続いて環境が幸せになる。まあ、お金ってね、ないと困るけど、適当にあれば一番いいんですよ。お金持ちの人がですね、どんな気持ちになるかっていうのね、みんなが近づいてくるって言うんですよ。お金持ってる人ね、でお金持ってる人がですね、近づいてくるって、俺を好きなんじゃなくてね、俺が持ってるお金が好きなんだと、で人を信じられなくなるって言うんですね。でそれと同じようにね、お金があれば幸せではない、でも貧乏も困る、適当にあればいい。聖書はこういうんですね、持ってるもので満足しなさい。そしてモーセの実会第10番目、人のものを欲しがってはいけないよ。まあ、神様はね、イエス・キリストを信じるならね、必要なもの、ちょっと貧しくてもね、与えてくれる。そしてあなたの人生は幸せになりますよ。そして3つ目、健康になる。イエス・キリストは2000年前この地上に来て、私たちのその病気の身代わりに十字架に、その打たれた傷で病気が癒された。皆さん、イエス・キリストに祈ったらあなたの病気が治り、そして心の傷癒され幸せになる。つまりイエス・キリストを信じるならね、全ての全人格、体、心、そして環境が幸せになる。今日あなたにお伝えいたします。お勧めいたします。私たちは権力を持ったり、力を持ったり、お金を持ったり、それを目指す、あるいは成功を目指す、それがいいことです。でも私たちは本当の幸せを持っているでしょうか。まあ、芸能人っていうのはやっぱり有名で、特別に選ばれたね、スペシャルな人たちですよね。じゃあ芸能人になったら幸せかっていうとね、まあここ最近でもね、自殺したあの有名なタレントさんがいらっしゃいますよね。テレビに出て有名な方でも
苦しんでたっていうんですよ。皆さん、人の苦しみ、それは、まあ、お父さんがですね、きっと苦しみもあると思いますけどね、幸せもあるでしょう。もうその笑顔を見てたらね、きっと幸せじゃないかなと思います。イエス・キリスト、あなたを愛してます。私たちもあなたを愛しています。今日、まあ、皆さんマスクしてるんでね、マスクしてると顔の3分の1は塞がりになるんでね、みんな同じように見えるけどね、まあ、個性が現れますね。奥様方はピンクのマスク、まあ、なんともね、素敵です。まあ、でもね、このマスクのおかげで出生率が下がり、結婚率が下がってるって言うんですよね。きっとマスク取ったら皆さん素敵だと思うんですけどね、マスクで半分顔隠してるんでね、私たちはお互いがきっとね、あなたのお顔は素敵だと思いますけれど、ちょっと半分ぐらい分かんないですよね。ある女医さんがマスクをして、マスク外したら、マスクしてた方が可愛いって人もいるわね、マスク取った方がいいって人もいる。まあ、マスクはマスクでもいろいろある、まあ、レジェンド的マスク、アベノマスク、お金持ちのマスク、イーロンマスク、そして世界で一番有名なマスクがあります。それは誠の救い主、クライスト、イエス・キリストです。皆さん、このマスクをしたならね、あなたの苦しみや悲しみ除去され、罪が許され、神様の子供になる。例えばですね、ビル・ゲイツの息子だとしたら、もうお金に心配しなくていい。ビル・ゲイツってどれぐらいお金持ってるか知ってますか？一生涯毎日1億円以上使っても使い切れないぐらいお金持ってるんです。いやー、ビル・ゲイツの子供になったらいいな。でもね、イエス・キリストを信じたらもっとすごい、はるかにすごい、比べ物ならぬ神様の子供になる。いいね、皆さん、あまりにも大きい話なんでね、神の子供になるって言ってもちょっとイメージできないかもしれない。神の子供になる、大きすぎる。人は人間の頭の考えられる3倍ぐらいしか、ジーザスラブスユー、ビリーブインジーザス、ガッブレスユー、人の考える3倍ぐらいしか想像できないって言うんですよ。まあ、例えばコロナの給付金10万円もらった、あれよくわかりますよね。10万円ぐらいだったらね、誰でももらったことがある。でも1兆円だったらどうでしょうか。1兆円100兆だったらどうでしょうか。まあ、私ね、1兆円っていうのはね、豆腐1兆ぐらいしかね、1兆2兆、はいよ、豆腐ください、ポーンって切ってね、豆腐をもらう、まあ、それぐらいはよくわかります。でもお金の1兆円、多分私のお家に入らないですよ。1兆円、大きすぎることっていうのはね、考えることができない。それと同じようにね、神の子供って言われてもね、私たちピンとこない。大きすぎる話するとね、嘘じゃないかなって思うんですよ。でも皆さん、これ本当のことです。イエス・キリストを信じたら神の子供になる。血筋によらず、能力によらず、これがね、私たちの人生の幸せや私たちの人生を変える鍵なんです。人はどこからでも変わることができる。もしあなたがイエス・キリストを信じるなら変わることができる。今日、神はあなたを待っています。今日、そのためにね、皆さんに聖書をお配りし、漫画を通して、まあ、日本人って漫画好きなんですよね。少年ジャンプとか少年マガジン、1週間でね、何百万部売れてる。まあ、きっとあなたもね、漫画好きかもしれません。で、その人には漫画聖書で、文章活字が好きな人には聖書をプレゼントしています。よかったら聖書読んでください。お兄さんとお姉さんのね、仲よろしい姿を見て、まあ、お友達同士仲いい姿を見て、いいなと。で、聖書のギリシャ語ではね、4つの愛があるんですね。友達の愛、男女の愛、親子の愛、家族の愛。でも皆さんに神の愛がある。ジーザス・ラブス・ユー、エンド・ソー・ド・アイ、イエス・キリストを信じたら救われる。その愛は永遠の愛である。あなたの罪を許す。いや、罪って何ですか。
いやー、私はね、警察に捕まったこともないしね、人に迷惑をかけないで生きてるんだ。罪人だって言われてね。それは人間の法律の罪じゃなくて、神の法律の罪を人は犯してるって言うんです。なんで私たち人間罪人なんだ。それは神に背を向け、そして神を知らない、神とは関係ない、そう生きてることが罪なんだって言うんですよ。知らなかった。知らないですよね。聖書を読まなきゃ分かんない。でもうさんくさいと思わないでください。まずこれ世界の23国の人たちがこの聖書を読んでイエス・キリストと出会って生きてるんですね。皆さん、イエス・キリストを信じたら天国へ行けます。ところが日本ではこのイエス・キリストを信じてる人 1% しかいない。この横浜っていうのはですね、日本最古の教会があるんですよ。海岸教会。いいね、海岸教会。まあ、この海岸教会っていうのはね、海岸の近くにあるから海岸教会です。でもイエス・キリストを信じたらね、心の目が開く、開眼するから海岸教会。まあ、ちょっと無理やりですけどね、皆さん、横浜に海岸教会あるのご存知ですよね。異国情緒あふれるこの横浜の街、ここには日本最古のプロテスタント教会がある。今日あなたにもイエス・キリストを信じてほしい。黒船がやってきて日本はかつて鎖国を解きました。でもあなたの心はイエス・キリストに対して鎖国をしてないでしょうか。今日皆様に、私たちは伝道者として、預言者として聖書を配り、あなたの心の鎖国をもう終わりにしませんか。イエス・キリストを受け入れませんか。かつて私たちの日本にはキリスト教禁令や、あるいはバテレン追放令、キリスト教を信じたら殺されるとか迫害される、そういう時代があったんですよ。でもそれはもう終わってます。信じていいんです。なぜならイエス・キリストは私たち人間を作ってくれた日本の神様だからです。だからある人にね、こういうふうに言われたことあるんです。イエス・キリストあなたは愛してます。いや、私日本人ですからね、日本の神信じます。で、何信じてるの。仏さんです。仏教です。仏教ってね、あのインドから入ってきた外国の宗教じゃないですか。そうなんですか。みたいなね。そうなんですよ。そしてしかもあの仏教っていうのは、あのお釈迦さんの教えた仏教からかなり変異してます。ヒンズー教が混じっている、あるいは敬教、キリスト教が混じっている。仏教ってね、実は救いを教えてないんです。そして輪廻転生も教えてない。それなのにね、今の仏教を見たらお釈迦さん怒ると思いますね。俺そんなこと言ってねえぞ。でもね、それが日本の宗教だと思ってる。皆さん、外国の宗教ですよ。そしてキリスト教は外国の宗教だと思ってるかもしれない。でも日本を作り、今日この幸い川の橋の上を歩いているのはあなたを作った神様。知らなかった、いいんです。今日あなたはそれを聞いてね、こんにちは、あなたを作った神様がいるって言うんですよね。いや、それはね、皆さん、人生において神様ってね、あの2種類あるんですね。1種類目の神様、人が作った神様、八百万の神々。日本には30万の八百万の神々がいる。30万もいるんですよ。人が作ったんです。八百万の神々ってね、空の神、川の神、海の神、山の神、そしてトイレにも神様がいる。でもこれはね、人が作った神様です。じゃあ聖書が言う神は何でしょう。人を作った神、創造者です。もう全く違う。人が作って祭り上げた宗教と、皆さん、その神様を皆様にお知らせしてるんです。犬でも猫でもね、自分の飼い主が分かる。でも私たち人間は自分を作ってくれた神を知らないとしたら、皆さん、それは迷子になっています。イエス・キリストは100匹の羊がいる、1匹が迷子になった、99匹を置いてその1匹を探している。
イエス・キリストが探しているその一匹の羊はあなただ。横浜の皆さん、イエス・キリストが迷子になった探してる羊はあなたなんです。帰っておいで。疲れた人、苦しんでる人、私のもとへ帰っておいで。イエス・キリストはあなたを作った神として、あなたの救い主として今日語っています。心からお勧めしたいと思います。イエス・キリストはあなたの救い主です。そして神からのラブレターを皆様、あなたに聖書をお配りしています。まあ、聖書はですね、有名な言葉、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。いや、パンだけで生きないんだからね。やっぱご飯も、あの家系ラーメンも、やっぱりジャムもバターもね、パンだけじゃな、そういうことじゃないんですよ。飲食住、私たちが生きていくために必要な努力があっても、飲食住があっても、それだけじゃ生きていけない。何が必要？愛が必要。そうだよね、やっぱり愛だよね。あれも愛、これも愛、多分愛、きっと愛。愛って何でしょう？で、最高の愛がね、イエス・キリストの愛です。これは変わることのない永遠の愛。皆様、そういう愛があるのです。ぜひ今日あなたに、今日私たちはこの橋の上でイエス・キリストがあなたを愛してる。まあ、今日私たちはね、実はね、東京の方から来たんですよ。でも茅ヶ崎に住んでる方、鶴見に住んでる、いろんな人いますけどね、私は東京から来ました。異国情緒あふれる、そして素敵な素敵な皆様に、また写真で見てますんで、あの方で、あの、優しい方でいいですよね。はい、先生どうもありがとうございました。今日私たちは幸い川、人を幸いにするイエス・キリストを幸い川で伝えています。皆さん、本当の幸いは、幸いという名前があるから幸いなんでもありません。その愛をお伝えいたします。街頭演説を通して広く皆様に伝えたいメッセージがある。神があなたを愛してます。今日これを私は要するにあなたに伝えたいメッセージなんです。神はあなたを愛してる。つまり皆さん、あなたは神様から愛されてるってことです。例えば世の中でね、比較してより優れた人、まあ、より学歴があり、より能力のある人、より有名な人、そういう人の方が愛されやすいですよね。ところが神はあなたを愛してる。本当ですよ。あなたが誰であろうと、何もできなくても、例えば体に障害があったとしても、罪人であっても、極端な話するとね、刑務所に行って出てきた人も、売春婦のようなような人でも、ホームレスでも、大統領でも、首相でも、神の愛は変わらないんです。こんにちは。イエス・キリスト、あなたを愛してます。ジーザス・ラブス・ユー、あなたを愛されてます。よかったら漫画聖書お配りしてますんで、お受け取りください。今日伝道者の神田直樹が、まあ、お二人の素敵な仲間と一緒に街頭活動をしております。まあ、いつもはね、駅の前でやりますけど、今日はね、この幸い川、いやー、広くていいですね。まあ、東京でね、こんなにね、上空が開いてる場所ってね、
まあ、周りがね囲まれてるってここだけ空いてる。つまりここにですね神様がおられる。神様って言っても目に見えないからわからない。だから目に見える神が2022年前に来られたんです。それが人となったイエス・キリストです。2022年前、西暦元年キリストを生まれ、そしてあなたを救うためにキリストは人間となって来られ、そしてあなたの罪背負い、あなたの苦しみ悲しみ十字架で背負って、十字架で貼り付けになりました。イエス・キリストは十字架で死なれ、墓に葬られました。しかし3日目によみがえって今も生きてます。キリストは語ります。私はよみがえりである命です。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるか。今日キリストはあなたにチャレンジしてるんですね。私を信じるか。皆さん、この方はあなたを作られた神様だ。でそういう神様がいらっしゃるって言うんですよ。でもその神様を知らないことを罪と言うんです。で罪って悪いことじゃなくてね、神様との関係が切れた人のことを罪と言う。その結果人は死ぬんです。まあ、私が使ってるこの iPhone、 1日も使わないうちにバッテリーがなくなる。同じように私たちの中に命があるけれど、あの携帯が使うとなくなるように人は死ぬんです。まあ、80年、まあ、長ければ120年、残念ですよね、人を失うって。でも充電すればまた携帯使えるようにね。皆さん、イエス・キリストを信じて神とつながったら永遠に生きられる。うっそー、ラッキーみたいなですね。神は実にその一人をくださったようにこの世を愛してください。もしあなたがイエス・キリストを信じたら救われます。永遠の命を与えられます。エターナルライフ。こんにちは、お元気ですか。あちらでね、聖書、漫画聖書をお配りしております。伝道者の加藤直樹です。本日横浜の幸い川、この幸せという名前のついた幸い川、そこで幸いを与える人となった神イエス・キリストをあなたにお伝えいたします。皆さん、イエス・キリスト、これはキリスト教、そういう枠で収まらないんです。あなたを作った神様だから、あなたを愛し、目に見えないけれど聖書は言うんですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。イエス様、あなたと共にいてくれる。死んでその死のトンネルを過ぎてあの世に行く時も共にいる。苦しい時も悲しい時もいつもあなたと共にいる。嬉しい時も共にいる。まあ、こういうことはありますよね。悲しみ苦しみは人に話すことによって半分になる。喜びを伝えると2倍になる。いや、神に聞いてもらったらね、悲しみ苦しみは、ね、消えるんです。喜びは無限大になる。私たちの人生の中で嬉しいことだけがあるといいですよね。そして嫌なことがない方がいい。でも悲しいこと、苦しいことを感じる部分と嬉しいことを感じる部分は一緒なんです。人は悲しいことを悲しい、苦しいことを苦しい、痛い、そう感じる部分があるから、感じられるから喜びも感じられるんですよ。皆さん、あなたの寂しさ、悲しみ、苦しみ、もし今日あなたがイエス・キリストと出会ったら、それが喜びに変わる。今日私はキリストの道備えをしたバプテスマのヨハネのように、今日あなたに預言者として、伝道者としてキリストを伝えています。でもこれはちゃんと聖書に書いた言葉を元にしてお話してます。今日あなたに聖書をプレゼントしてます。イエス・キリストはあなたを愛してます。 Jesus loves you and so do I. Believe in Jesus. God bless you. 神あなたを、はい、ありがとうございます。 God bless you. タジャーホー。
お嬢会通知シャンシエスイエスアイに喜びにおせよチョヌカのなくもくさみだ Believe in Jesus イエスキリストはあなたを愛してます。こんにちは。まあそのバッグに幸せがきっと入ってるだろうと思います。心を開いてイエスキリストも受け入れたらね、あなたの心も喜びでいっぱいになる。まあその小さなバッグがね、何十倍もの喜びになる。もしあなたがイエスキリストを信じて聖書を受け入れてくれたら、皆さん小さな聖書だからちょっとお年を召した方にはね、字が小さいかもしれないけどね、ちょっと虫眼鏡ね、葉月ルーペでも使ってね、ちょっと大きくして見てください。聖書は神があなたを愛してます、そういうラブレターです。まあ私は中学生の時に初めてねラブレターもらいました。授業中こっそりラブレター見てね、ニコニコしてた。ラブレターって嬉しいよね。で聖書は神からのラブレターです。でそれなのにね、それ拒否することが必要があるでしょうか。どうぞ神からのラブレター、イエスキリストあなたを愛してます、ナマステナマステジーザスラブスユイエス愛にイエスに対してサラブだ、イエスキリストはあなたを愛しています、こんにちは。まあ、この川の上はですね、公園のように広場のようになってね、まあ、ここも広いし、あそこの円形広場のようなところでね、まあ、今度ねストリートライブやりたいなって思いますけどね。今日私はねストリートライブでライト演説してます。何伝えるの？要するに神があなたを愛してる。神とは誰か、あなたを作った神、あなたを作ったお方、知ってましたか？あなたは偶然猿から進化して今あるんじゃない。神様があなたを作った。どういうわけかね、進化論者って意固地なんですよ。ダーウィンでさえ、進化論提唱したダーウィンでさえ死ぬ間際にはね、これ嘘だやめようとしたんですけど、ね、その弟子たちがね押し進めてしまった。皆さん、進化論っていうのは証拠がありません。まあ、私が言えばね、真っ赤な嘘です。じゃああなたは何を言ってるのか。神が人を作った、あなたは神の作品だ、あなたは愛されている。神様は、お兄ちゃん十字架がありますね。イエスキリストは十字架にかかって死んで、あなたへの愛を示されました。ここに愛がある、ここに愛がある、ここに愛がある、イエスキリスト。こんにちは、レッドジャパンの直樹です。お元気ですか？まあ、今日ちょっと涼しくなってね、過ごしやすくなりました。まあ、風が吹いたらね、ああいいな、聖書を読みます。風はこの子のところに吹く、晴れたら晴れるよ、雨が降ったら雨、雪が降ったら勇気を持って前へ進んでいきましょう。つまりね、人生はどういう状況にあっても神と共に生きたら大丈夫だ、そういうことを言いたいんですね。皆さん、状況や環境に左右されてね、ある人は言いました、嫌なことがあったらね悲しむ、辛いことがあったら泣こう、それが人間じゃないか、嬉しいことがあったら喜ぼう、もちろんそれもいいんです。でも聖書は言います、どんなことも喜びなさい。なぜならば、どんなこともプラスになる、プラス、マイナスもプラスに変える。十字架の形見てください、ちょっと縦が長いけどね、十字架もプラスじゃないですか。皆さん、イエスキリストを受け入れるってことは全てがプラスになるってことです。ちょうど括弧の中のマイナスと、そして括弧の後のマイナスが重なるとプラスになるように、皆さん、イエスキリストと出会ったら全てがプラスになる。神は全てをプラスにしてください。これが今日あなたに伝えるメッセージです。神はあなたを愛しています。こんにちは、お元気ですか？伝道者の神田直樹です。聖書をお配りしています。よかったら
もらってください。聖書は神からのラブレター。聖書は世界のベストセラー。成功者のほとんどはですね、聖書は1回ぐらい読んでんですよ。読んだことありますか？聖書、聖書って何なの？キリスト教の書物か、ユダヤ教の書物か。まあ、ユダヤ教やキリスト教はこの聖書を聖典としていますけど、聖書っていうのは、ね、全人類に与えられた神からのラブレターです。ギネスブックに載ってるんですよ。最も史上最も多く発行され読まれてきた書物、聖書。今日あなたにも読んでもらいたい。私がね、デタラメ言ってんじゃないんですよ。聖書が語るように神があなたを愛してる。イエス・キリストはあなたを救うために十字架にかかり復活した。いや、聖書を見てくださればわかります。まあ、でもね、まあ、聖書を読むって言ってもね、やっぱり時間かかる。要するに一言で言えば、イエス・キリストはあなたを愛してます。これが聖書が語るメッセージです。まあ、映画の一つの映画を見てるように今日南西口でストリートライブより街頭演説より、そしてこっちへ移動してきてね、ここで街頭演説をする。もうね、映画を見てるように今日いろんな人に出会い、そしていろんな人に語りかけてきました。皆さん、人生ってね、映画より面白いと思いません？小説は事実よりきなり。そう、皆さん、あなたの人生はね、人が創作したそんなストーリーよりね、あの半沢直樹よりも面白い。まあ、半沢直樹面白いですよね。まあ、私は半沢じゃなくて菅野直樹ですけどね。あのバッタバッタと倍返し、そして悪を倒していく、面白いですね。でもね、聖書もっと面白いですよ。人を滅ぼそうとしたその悪魔を、罪を、死の力を、キリストは倍返しどころじゃない、完全に滅ぼして、そして信じるあなたを救ってください。皆さん、すごいですよ。ピンチがチャンス、マイナスがプラスに変わる。人生は今日ここは最愛顔と言いますが、そうですよね。イエス・キリスト、もしあなたが信じたら幸いになる。今日あなたにその幸いをお伝えしたい。イエス・キリスト、あなたを愛してます。私もあなたを愛してます。ジーザス・ラブス・ユー、エンド・ソード・アイ。イエスに単身のサラーミダ、ちょうど単身のサラーミダ。イエス・アイニー、ウォーニー・アイニー。イエス・キリストはあなたを愛しています。こんにちは。イエス様、あなたを愛しています。まあ、聖書はですね、イエス・キリストはお酒を飲んだって書いてあるんですね。大酒飲みで大食いだ。イエス・キリストってね、大酒飲みで大食いだったの？まあ、それほど人生を楽しまれたお方です。イエス・キリストのイメージを変えてください。あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないのね、キリスト教じゃない。イエス・キリストは自由を与える、本当の自由を与える。イエス・キリストが禁止することがあるとしたら、それは人を不幸にすることを禁止してるんです。例えば聖書はですね、不倫の罪である、禁止している。皆さん、不倫でね、幸せになった人いますか？略奪愛。そしてもし不倫が発覚したら、ね、社会的な信用ガタ落ち。まあ、例えばですね、あの今度の参議院選挙、東京からね、まあ、私の知り合いでもありますけど、乙武さん、手足のないあの五体不満足の乙武さんなんと東京から参議院選挙出馬する。6年前まで参議院選挙出ようとしたんだけど、あの乙武さん、手も足もないのに不倫したって、どうやってね、そんなことできたんだろうか。まあ、考えてみて面白いんですけどね、できたんですよね。乙武さんも6年前きっとね、出てたら参議院議員に6年間やったと思います。でもその不倫が発覚したことによってね、まあ、6年間またもっと中身のある人生生きたと思いますけどね。皆さん、不倫ってね、社会的なダメージあります。一人の国会議員が失墜する、
却させられる、そういうこともあります。皆さん、人を不幸にすることをイエス・キリストは禁止する、そしてあなたを幸せにすることを、どうですか皆さん、聖書は本当の自由を与える。国立国会図書館に行くと聖書の言葉書いてあります。真理は私たちを自由にする。知ってましたか、あの国立国会図書館に聖書の言葉が書いてある。知ったらね、知識持ったら自由になる。知らないとね、でそれがイエス・キリストだ。あの、そちらで、あの、漫画聖書配ってますんでね、一度読んでみてください。高校生の皆さんにも、まあもうね、つぶらな瞳で見つめられて、短い言葉でイエス・キリストどう伝えたらいいか、一言で言えば、イエス・キリストあなたを愛してます、イエス・キリストあなたを自由にする、あなたを幸せにする、そしてあなたを不幸にすることを、イエス・キリストは罪としてそれを語ります。でも私たち罪人だからね、罪が好きなんですよ実は。例えばこの柵がですね、ペンキ塗りたてって書いてあったらね、どう思いますか、あの茶色ペンキ塗りたて、そうするとね、本当かな、触っちゃうかな、本当だ、茶色のペンキがついて、皆さん人ってね、やっちゃダメだって言うとやりたくない、やりなさいって言うとやりたくない、まあ、そういう甘じょくのようなところがあるから私たち罪人だ。でも私たちを愛し、私たちを幸せにしてくださるお方、そのイエス・キリストが今日あなたに、私のもとへ来なさい、私があなたを休ませてあげよう、でも私はこのイエス・キリストをあなたにお知らせいたします。